小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、三太悟です。2019年11月21日の番組です。小坂さん、はい、小坂さんの、A、浮気現場を私目撃してしまいまして。何ですかそれは。今日スタジオに私が入ったらですね、はいはい、すでに小坂さんが知らない男性と一緒に番組収録をしていてあれ、僕の知らない間にお相手のパーソナリティが変わってると思ったんですけど、なんか話してる内容がちょっとこっちとは少し違うのかなと思いました。ね、あれは会員さん向けの音声番組です、ね。はい、あ、そうだったんですね。ワクワク系マーケティング実践会会員さん専用。はい、なるほど、はい。早とちりしておりました。そうそう、だいたいお相手をお務めいただいてるのも会員さん。そういうことだったんですね。そういうことなんですよ。なんだ安心。はい。でもちょっとあの聞き耳を立てていると本当に興味深い内容が、たくさんありましたので。そうだと思うわね。はい。はい、よろしければぜひそちらの方のお話を今回少ししていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、次の開催は12月13日金曜日が大阪、2020年1月31日金曜日が名古屋開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。さあ、会員さんのための番組、まずは番組名を伺ってもよろしいでしょうか。しゃべくり情報誌。しゃべくり情報誌というものでして、はい、これあのジングルがですね、これ三太さんに作ってもらったので、はい、三太さんの声で確かしゃべくり情報誌っていうジングルが入るんですけども、もう完全に自分もそっちに介入してるにもかかわらずひどい言いがかりをつけてたわけですね。まあ、情報誌っていうのは毎月ワクワク系マーケティング実践会の会員さんに漏れなく届くものでして、うん、はい、あのどんな中身かというと、大きくは2つに分かれていて、うん、1つはまあ私が毎月皆さんにこう今こういうこと大事だよとか、はい、今こういうことが起こってるよとか、うん、今こういうことに気をつけてこういうことを行動しておいた方がいいよとか、うんうん、そういうまあ行動指針みたいなね、うん、ことをお話しているっていうのが1つ大きな括りとしてあって、はい、でもう1つはもう圧倒的に20年近く続くうちの会員の特色ですけど、うん、会員さんから送られてきた事例のレポートですね、はい、これを3つの角度からに分けて、コーナーを3つに分けて解説しているという、うんうんうん、まあそこで情報誌という名前になっていて、はい、まあ、ちょうど今収録してたので今三太さんの目の前に会員さんの事例レポートなるものの資料編がこうあるわけなんですね。すごいですね。ちょっとこれ皆さんに、まあ、もちろんお見せできるものでもないと思うんですけれども、うん、あのものすごい書き込まれた、そうかなり詳細に事例が書き込まれた紙が束になって、そうそうそう、束になって今小坂さんの目の前に置かれています。だいたい毎号ですね40ページから50ページぐらいですから、1年間でその12分くるという。おー、すーごい。これすごい書き込まれてるでしょ。もう断片的に小坂さんから伺う事例だけでも、うん、あれだけ面白いのにここまで詳細に。そうなんですよ。しかもいろんな角度でと。そうか、写真入り、ね、お、本当だ。でこれはもうあの各会員さんたちが自分が仮説を立てて実践したものというのをこういうふうに詳細に起承転結とか、あるいは PDCA でエントリーしてくれるんですね。こうやって送ってくれるんですね。でそれを今度は会員他の会員さんたちがこう手元に届くでしょう。でこれを見て、あ、なるほど、こういう仮説でこうかみたいな。でそうするとこういう結果を生み出せるのかっていうことで、今度は自分の現場に落とし込んでみて、まあうちの会でよく使う言葉ですけど真似部ですね。真似部して自分のところでもやってみて、まあ自分のものにしていくっていうことなんですよ。でこれはまあうちの会のものすごい特色ですけど、長年こういう仕組みを築き上げて育ててきたおかげで、今月に100件から120件ぐらいこのレポートが
届くんですよ、はいはいはい、でそれとはまた別にいくつかやっている講座もみんな実践してレポート出してきますから、はい、あのそれが今各地で何箇所もやったり、うん、あの いろんな企業さんでもやってるので、もう多い月にはね400とか500とかこれが届くわけです。でこれが財産ですね。なるほど。もうこの中にはその一個一個ね、うん、そのこの一個一個は一つの会社一人の方が一生懸命考えて場合によっては試行錯誤を繰り返した内容なんかが出てますから、うん、もうこの一つが実は自分も経験しようと思ったら時間も必要だし、確かに場合によってはお金も投資しなきゃいけないし、はいはいはい、みたいなことがこの一つ一つの数ページに詰まってるわけですよ、うん、これはね大きいですよね、はい、でそれが もちろん素晴らしい財産だというのも分かるんですけれども、でそうやって会員さんにとっては事例に触れる機会というのはこうやって非常に多いわけじゃないですか。そうそう。で小坂さんもあえてまたしゃべくり、情報誌の、中でその、まあ、解説し直すみたいな、解説し直すというか音声コンテンツで作るというそのこだわりといいますか、それはよくぞ聞いてくれましたって感じですけど、はい、これ今あなた宮田さんの目の前にこの事例集を解説した私と、うん、チーフエヴァンジェリスト肥前敏郎さんのですね、こう解説本がこうあるでしょ、はい、これまあ16ページぐらいこう解説本があるんですけど、うん、やっぱりねこの解説本ではどちらかというとこう文字にして伝わりやすいようなところを主に解説して、こうニュアンスがちょっと伝えるのが難しいとか、はい、あのいうものはなかなか乗っけられないね文字だから、うんうんうん、とかしゃべくり情報誌っていうのはこうやってしゃべくってるので、ええ、こうニュアンスとかトーンとかそれからもちろんしゃべりの方がそもそも情報量が多いですからね、うんうんうん、以前も少しお話しされましたよね、はい、そこは、うん、これ例えば16ページをざっと読んでいけば本当に何十分かで終わっちゃうと思うんですけども、うんうん、そのしゃべくり情報誌ってのは1時間強ぐらいあるので、はい、やはりこの16ページの私服の中では語りきれないようなことが、うん、特に語りきれないけど貴重な大事なニュアンスとか、はい、まあ付帯情報みたいなものをね、うんうん、伴って語られるんですよ。なるほど。でかつ現在はですねこの情報誌の方は特に事例の、事例をワクワク系マーケティング実践術っていうメソッドの方から解説するっていうのはチーフエヴァンジェリストの肥前さんがメインで解説してくれているので、はい、まあ、私の解説はそこではサブなんですね、うんうんうん、もう少しこう抽象度の高いところから補足的に解説してるんですけども、はい、しゃべくり情報誌の方は私の解説がメインですから、うんうんうん、まあ言ってみればこの紙の情報誌の中では書かれないようなことっていうのもまた解説されると。で加えて、はい、これちょうど前回お話ししたようなこととこの番組でね重なるんですけど、やっぱりこの聞くっていうことにおける情報の取り方っていうのはやはり読むのとはまた別種のものがあるし、あとこれはよくねしゃべくり情報誌読んでるうちの会員さんたち、まあうちの会員さんっていうのはあのクラスが3つあるんですけども、あのベーシックコースとプレミアムコースの方はこのしゃべくり情報誌がついてくるんですね。でよく車の中で聞いてるとか、あの店の準備の時に聞いてるとか、なるほど、なんか工場の仕込みの時に聞いてるとか、ながら聞きができるでしょう。これが音声のまたいいところでね。そうですよね、はい、やっぱこう資料をちゃんと読むっていう形を取ろうとすると少しなんかこう時間をとか集中力がいりますね。やっぱりかなり必要ですよね。脳にとって読むっていうのはそういうことだから、うんはい、だけど聞くっていうのは脳にとって全然別種のことなので、やっぱりこの流し聞きができるって非常に大きくて、でこれつい先日会員さんたちの会合でもこのしゃべくりのことがすごい話題に出たんですけど、あの何度も聞くっていうんですね、はあ、で何度もある意味流し聞きをしていると都度気づきがあると。だから情報ってそういう性質がありますから、うん、どうしても読むっていうものはこう語られた情報よりも情報量がそもそも少ない上に、それをかなり集中して処理してなんぼみたいなとこありますけど、うんうん、この音声情報のいいとこだよね。バーッとこう流し聞きしてる中にもちゃんと入ってて、うん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 、でその時その時に気づきがあって、ですからもう4回も5回も、まあ、8回も10回もって方は結構いらっしゃる。でそれもなんか聞かなきゃと思って我慢して聞いてるわけじゃなくて、うん、ふわっと聞いてるので、うん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 、すごいストレスないんでね、というような、はいはい、ことが、うんまあ、特徴ですよね。横で聞いてて私が素敵だなと思ったのが、小坂さんがまた
解説するっていうそのエンジンのかかり方、うん、またこの番組とは違った意味で、どっちがいいとかっていうことでもないと思うんですけれども、そこはちゃんと解説モードになっているっていう時の喋りのエンジンがまた少しいつもとお話伺っている感じと違っていて、そのまた違いもいいなというふうに感じましたね。確かにね、まあ、特にその事例解説の部分っていうのはね、うん、事例っていうのは本当に事実なので、はい、これをちゃんと聞いてる方々にお伝えしつつ、事実どういう事実だったのかってこと自体は資料の中に書いてありますから、はい、本人たちが書いてくれてるので、うんうんうん、これをどう読み解くかが重要で、例えばどんな事例かっていうのもちょっとだけ、例えばね、今回こっちの番組の方でもピックアップしていただいてもよろしいでしょうか。今日のそのちょうど収録してた中にはすごく面白いのが、まあいつも面白いんだけど、はい、とりわけちょっと迫力のあるのを一個紹介すると、お願いします。ここにこうタイトルが、はい、イカメンチカツの販売事例とか。イカメンチカツの販売事例、そう、すごい具体的ですよね、うん、当店の揚げ物売り場で販売しているお惣菜イカメンチカツの販売に関するご報告です。はい、結論から言いますと、うん、この商品は2016年から販売を開始しました。はい、初年度は年間で3775個の販売数だったのですが、うんうんうん、そこからワクワク系的ないろんな取り組みをした結果、はい、2017年は3万2329個、うん、50倍近いね。2016年が3775個で、はい、2017年は32329個、おっと、2018年は63637個、そこからまた倍になってますね。はい、2019年は9月末時点ですでに51642個と前年を上回る販売数であると。あ、おそらく7万個今年は行くっていう。イカメンチカツブームが全国的に爆発的に起きてるって話を聞いてるわけでもないですから。全くないね、やっぱりこれは。しかもこれはこの店の名物でも何でもなくて、うん、そうなんですね。もう大手の冷食企業さんが業務用で全国に卸している普通の惣菜なんですよ。はあ、でも普通の惣菜だから、しかもここは田舎の小さなスーパーなので、うん、普通の惣菜なので普通に売ってると、まあ、それでも今割と人気のワクワク的な改善っていうのはずっと前からもうやって、非常に業績のいい店なので、うんうんうん、ちゃんとお客さんも来ていて、まあ、ゆえに3775個なんですね。はい、でこれはこれでこの立地、このスーパーの規模から考えると別にまあ満足。いや正直僕結構売れるんだなって思いましたもん。もう田舎のちっちゃい店だからね。3000個って聞いて、はい、3000個ね、はい、1年300そう毎日開けてるわけじゃないから、それがね、はい、これだけ。じゃあ何をやったのかっていうのがここにこう資料にあるでしょ、写真付きで、うん、まずこういう改善をしてみましたと、はい、うん、そうしたところ売り上げがこう変化したと。あ、詳細にその資料にね、そうそうそう、書かれてるわけですね。そこで次にこういう改善をしたところ、さらに販売数が伸びました。もう聞こえるその今聞いてる方たちの何教えてっていうのがこの時点でおそらく、しかしこのコーナーに立ち寄ったお客様だけにしかまずこの存在が気がつかれてないと、はははそう思ったので、次は来店されたお客様全員に揚げ物の購入を目的としない場合にも、にもイカメンチカツの存在をお伝えしようと考えて店頭看板にこのようなものを情報掲示しましたというのがまた写真っていう、ね、なんだろうな、気になるな。そのおかげで3万個、はい、3万個次にというふうにこうあるわけですよ、はい、今度は来店していない人にもこれを伝えるといいんじゃないかと。もうちょっとおかしな話になってきました、ね、今まではその揚げ物別にいらないしとか、うん、イカメンチ目的じゃないしっていうところまで周知させたいっていうのはまあ分かるんですけど、うん、来店してない人、うん、来店してない人にもこれを伝えなきゃと、はい、いうことで辞典が枠を持っているあるフリーペーパーの中でこの商品を紹介すると。はあ、なるほど。またこれでうわー来るわけでね。はあ、だけどそのそんなにメンチカツ食べたいかっていうことなんだけど、うん、そこじゃないんですよ。そこじゃないですね。メンチカツを探してたわけじゃないんですよ、うんうん、やっぱ彼の訴求がうまいと同時に、そういうことですね、ちょっとここは具体的に1個言いましょうか。さらにここで彼が何を改善したか、実はあるそんなある日こう揚げ物コーナーに行くで、はい、このメンチカツを見てて、うん、じっと見てるんだけど、うん、何秒か考えてる様子なのに買わないお客様がいたと。なぜなんだと考えた時に、うん、あ、もしかして、はい、この人の細かい動向で仮説を立てると、うん、こうそこにこうトングでねパックに入れるようにケースがそうに置いてあって、あ、空のパックがあってトングで入れる、トングで入れるようになってるんだけど、うんうん、はい、めんどくさいんじゃないかと、はあ、思い立って、はい、あらかじめパックしたものを作ってみたと。なるほどなるほど。そうしたところまた売り上げ伸びてくるんですよ。あ、想像以上にパック詰めがあると私もびっくり。へえ、そういうもんなんですねその年の販売数のうち4分の1がパック詰めでした。あ、そうなんだ。これはね、
何を彼が見てるか、そこを今度は私は解説するわけ、はい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 、例えばさっきもね小宮さんもいや聞きたいとおっしゃったけど、はい、確かに具体的に最初の10倍にした年何をやったのかもものすごい参考になるんだけど、うんうん、実はこの事例から一番読み取っ会員さんに読み取ってほしいことは、はい、彼がどこを見て改善してるかなんですよ、うん、その結果何をやったかっていうよりも結果何をやったかっていうのは同じような商品でしか使えないじゃないですか、はい、確かに。だけど何を彼は見て改善をしてるかって非常に大事で、うん、その象徴的、まあ、全部守備一貫してるんだけどその象徴的なのが今のパックに出てくるんですよ、はい、そこれはあ惣菜は揚げ物はパック詰めすると売り上げが伸びるんだなっていう捉え方は間違いなんですね、うん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 、その詰めるのが面倒くさいからそこでお客さんの行動が止まってるんじゃないだろうかという仮説の立て方が極めて合ってるんですよ、はいはいはい、なのでここでもうそういうことをいろいろ今年やその年やって2018年は6万個いくわけじゃないですか、うん、今年はさらに何やったか何やって7万個いってるかっていうと、はい、そのパックとトングと惣菜が置いてある売り場の横に小さなテーブルを置いたんです。もうこれなんですね小さなテーブル、ほうほうほう。なぜだと思う？え？なぜこれで売り上げ上がると思う？なぜ小さなテーブルを置くと思う？え？でも本来もう手にパックを持ってそこにトングで入れちゃえばいいだけだからね。ここに目が行くのが大事だよって話よ。どうしてもこう初期の頃にやったものって商品の魅力をどう伝えるかとか、はい、まあ、ここでもかなりの面白い工夫があるんだけど、そこだけを例えばワクワク系の活動をやってるわけじゃなくて常に人にフォーカスしてお客さんの行動を生んだり増やしたりしていくっていう行為、これはやはり買い物カゴを持ったままだとパックしない。あー、なるほど。そう超簡単なのに分からないもんですね。分からないんです、うん、で普通はこういうことは見ないんですよ、うん、人にフォーカスしないから、うん、だからこれは典型的な事象なんだよね。そして彼はこのレポートの終わりにこう言ってるわけですよ、はい、この3000個っていうのも結構この店の集客からするといい結果なんですよ、うん、でもそうだなと思っていてこの後の工夫がなかったら7万個近くないわけでしょう、うん、と6万個っていうことでもパチパチと計算してみると、うん、毎年3000個のバイト6万個のバイトだと500万ぐらい違うと、うんうんうん、500万だよ。そうですね、この小さなスーパーで、はい、でしかもこのスーパー小さいけど1500アイテムぐらいあるから、うん、もう彼は将来が楽しみにしょうがなくなってるわけ。いやいいっすね。あと1499アイテムあるのかとそれが全部500万乗っかってくるのかとこう思うじゃないですか。そういうのがねワクワク系なんだよねということをこういう事例をいっぱい毎月見てるとね、はい、しかもこういうまあ私が言うと口はぱったいけどこういう解説が重要なんだよね、うんうんうん、どうしても目の前の事例の現象面をみんな見るからあこう書けばいいんだなとか、うん、トング置けばいいんだなとか、うんうん、パックすればいいんだなになっちゃうから、うん、いやそこじゃないよとというようなねものなんですよ、はいはい、いやしかし本当にもう毎日のようにそういう事例っていうのが届いてるんだなってことを再確認できる話でもありました。そうね、うん、あとやっぱり何百も見てるから、うん、やっぱりそういう中でどこが要点かっていうのはこう重なりがあるからね、うんうんうん、それをこういうふうにアウトプットする、まあ、そのこのポッドキャストであんまり事例解説っていうのはこういうふうに やることはないので、はい、これはまた独特な学びがあるね、はいはい、皆さん入っちゃいましょう僕こんなに直接言うこともなかなかないです。僕も気になってしょうがなかったんで、ね、はい、小坂さんありがとうございます。ありがとうございます。さ、音声プラットフォームヒマラヤで配信されている小坂さんの番組心と行動の科学24のレッスンもうお聞きいただけましたでしょうか。もしまだの方はキーワードヒマラヤ音声で検索していただきヒマラヤのアプリをインストール、小坂雄二または心と行動でチャンネル検索してご購入ください。毎回事例が紹介解説される24回のレッスン全てを何度でも聞けて2000円、無料視聴も用意されていますのでぜひどうぞ。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は小坂雄二と三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。